こんにちは、ともチャンネルです。ようやくね、自粛期間解けた県もあるようですが、私のね、住んでる地域はまだまだ、自粛要請期間ということで、今日もね、家にいて、そして私のね、こういうね、外にいても車の中にいてやれること、そしてね、今までやってきたことをね、紹介したいと思います。まあなんせ暇でございます。なのでね、時間があると、Amazon とかね、ヤフオクとかね、ちょろ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 見ていながら、こうポチるわけなんですよ。で、ポチるのもまあもうすぐ届くんですけども、まあそういうところもね、まあ楽しみの一つではありますが、まあそんなことやってたらね、仕事もやっぱり少なくなっているのに、ポチっていたらお金が足りませんということでね、そういうのも合わせながら給付金の方ね、給付金の方ですよ、そちらをね、期待しつつ、まあ生活してるわけなんですけども、まあなんせね、自治体の方もいろいろと混雑しているようです。なのでね、まあそれはね、できるだけ、当てにしないようにというかね、当てにはするんですけども、今の状態ではそんなに急いでね、申請していることもないし、千葉の方ではまだね、申請の用紙も届いておりませんので、まだまだ先になるのかなと思います。なんかね、1ヶ月ぐらいかかりそうなんですよね。だからもしね、手紙が届いたとしても1ヶ月ね、今5月の下旬に入りましたけども、6月の下旬ぐらいなのかなっていう、そんな感じですよね。仕事の方がまたね、こう動き始めたら、そういうこともね、なかなか、気がついたら、あ、入ってたんだぐらいの感覚になりそうな気もしますし、もしかしたらまだ入んないの、いつ入んの、これ入んないんじゃないの、やっぱ入んなかったねっていう風になりそうな気もするんですよ。まあそれはね、なってみないとわかんないんですけども、とりあえず、あんまり当てにしすぎてもね、自分のところでなんとかできるうちはしといた方が、まあがっくりもしないし、まあそうだね、できることをできる範囲でやるっていうのがね、まあ、一番いいのかなと思います。で、私いろいろとね、今調べているわけなんです。何を調べているかっていうと、まあもちろん買い物なんかもね、どこが安いとかっていうのを調べてるわけなんですよ。暇な時間を使って。だからそうするとね、あ、ここが安いんだ、思ったよりこっちの方が安いねっていうのもわかるんですけど、そういうのもね、いろいろと調べておくと、今後ね、これから、ここで買った方が安いとかね、そういうのも分かってきます。で、あとはですね、暇な時間をどう過ごすか。皆さん、まあ、いろんなブログに上げていたり、YouTube で話していたりするんですけども、やっぱりね、なんだかんだ時間の方を持て余していると、っていうのと、あとは時間の方を持て余しすぎて、暇になって、やることなくて、どっかに行きたいな。ね。で、家庭内ではね、まあ、ずーっとね、顔を突き合わせている人もいると思うんです。そういう人はね、それで仲が良くなくなったりね、するっていうのもよく聞きますが、まあ、全体的に見るとね、やっぱりね、あまり家にいすぎるっていうのもあまり良くないのかもしれない。必要な時にね、家にいるっていうのは必要だからいるわけなんですけども、必要ない時もね、ずっと家にいるっていうのは、まあ、逆に逆効果かなというふうに感じました。だから適度に外に出ているっていうのが一番いいのかもしれない。私みたいにね、関係ない時家にいてもいいんだけど、まあ家にいるとやっぱりね、子供はもちろん家にいますし、私の妻もやっぱり家にいますのでね、まあ四六時中顔を合わせてるとやっぱなんだかんだね、喧嘩になったりする可能性もありますんでね、だからこそこうやって外に出て、まあ車の中にいるわけなんですけども、まあその方が、そのぐらいの方が逆にいいかもしれないですね。で、そうそう、で買い物なんかをね、こうポチってるわけなんですよ。で、いろいろと調べてるわけなんですけども、まあやはりね、安いところ高いところ意外に調べきってないでみんな買ってると思うんですよ。で、こういう時に限ってこういろいろ調べているんでね、余計に安い高いがね、はっきりとわかる気がします。もちろんこういう時期だからこそ値段上げているのかもしれないし、安くしているかもしれないんでね、多少の上限はあったとしても、まあ、今後もね、こういうような感じで買い物するときは、少し、まあ、調べて、買い物すると、ま、いいのかなという感じがいたしました。で、私前回の動画で、Amazon の Kindle、ね、アプリをダウンロードして本を読んでいますということを話しました。で、その本のね、読んだ中にもね、いろいろとありました。で、
まあ、それをね実践してるわけじゃないんですけども、やはりねいろんなところのね情報を仕入れるっていうのはまあ悪いことじゃないです。でいろんなところの情報をどうやって調べるかっていうのも考え方の一つの、中です。だからね私よくね言うのは、あの考え方は一つでねこう煮詰めていくとあんまり よろしくないと、いろんなことをいろんな方面からね考えていくのが一番ね、正しい答えに向かっていく最短の距離なのかなと。だからね考えること、いろんなことを考えると遠回りのように感じるんですけども、結果的にいろんなことを考えたおかげで、ゴールに進んでいく、向かっていくのはね最短距離を進めるというのをね私がよく言ってることなんですけど、まあ本を読んでる中でねそういったことを書いてる人ってのもあんまり、まあ私が読んでいる本の中ではなかったんですけども、まあ多分ね探せばそういうのね出てくると思います。だけどまあ私の考え方っていうのは経験から来てるだけなんでね、別にどうこう言うわけではないんですけども、あのいろんなことを考えるっていうのはまあ頭の体操にもなるんじゃないかなと私は思ってます。でいろんな方向にも答えをね見つけるっていうのも一つの手ですし、一つのことに対して他方からね考え方を持っていくっていうのも一つの答えの気がしますけども、まあ、とりあえずねこういう時期なんでね、あのいろんなものを調べていろんなところからねあの情報を仕入れてみると、まあ意外に違った答えがあるのかなということを感じました。まあ、今のところはねこういうところでねいろいろ時間があるので持て余しているので調べているっていうのだけなんですけども、それでもね、やっていると意外に面白い知識が手に入るのかなという感じがいたしました。ということで最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。